ロニー・ウォルター・カニンガムは引退したアメリカ合衆国の宇宙飛行士。1968年にアポロ7号のミッションでアポロ月着陸船のパイロットを務めた。ニール・アームストロング、エディオットシーに次いでアメリカ航空宇宙局にとって3人目の民間人の宇宙飛行士である。戦闘機パイロット、物理学者、起業家。 投資家でもあった。またザオール、アメリカン、ボーイズという著書があり、リフト、オフツーロジックというラジオ番組の司会を務めた。カニンガムは1932年3月16日にアイオワ州クレストンで生まれた。カリフォルニア州ベニスのベニス高等学校を卒業したが、同校の建物には後に 彼の名前が付けられている。卒業後、カニンガムは1951年にアメリカ海軍に入隊し、1952年から飛行訓練を受けた。1953年から1956年まではアメリカ海兵隊で戦闘機パイロットとして務め、1956年から1975年までは、 アメリカ海兵隊の予備役部隊に所属し、大佐の階級で退役した。カニンガムは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で1960年に、物理学の学士号、1961年に修士号を得た。その後、博士課程には進学せず、ランド研究所で科学者として働いた。 1963年10月、カニンガムは NASA によって3期目の宇宙飛行士に選ばれた。1968年10月11日には、彼はアポロ7号の月着陸船パイロットとして11日間のミッションに向かった。この飛行では月着陸船は伴わなかったが、彼はこの最初の友人をアポロ宇宙船に搭載された膨大なシステムの試験に追われた。 彼は、その後、スカイラブの運営に携わり、1971年に NASA を辞した。1974年、彼は、ハーバードビジネススクールのアドバンストマネージメント、プログラムを終了し、数々のベンチャー企業で営業職や投資家として働いた。1977年、カニンガムは、 宇宙飛行士時代の回想をまとめた著書ザ・オール、アメリカン・ボーイズを出版した。また2007年に出版された宇宙開発の歴史に関する本因ザ・シャドウ・オブ・ザ・ムーンでも主要な執筆者の一人となった。現在は彼はラジオのパーソナリティや司会者として働いている。1998年のテレビシリーズ、フロム・ジ・アース、人類、 月に立つでは、フレドリック・レーンが彼の役を演じた。2008年、NASA は彼のアポロ7号ミッションでの活躍に対して NASA ディスティングイッシュとサービスメダルを授与している。カニンガムは地球温暖化問題に対しては、回帰的な立場を取っている。2010年、カニンガムは、グローバルウォーミング、ファクトバーサス・フェイスという小冊子を出版し、その中で、 現在の地球温暖化問題に関する議論は、ガリレオ・ガリレイや、進化論とカトリック教会との歴史的な対立とは、全く異なると論じている。ありがとうございます。